さあ突然やってきましたバージョン 30.20 のマップ変化でとんでもないことが起こってしまいました。皆さんこの場所なんとニャッスルがいたお家がなくなっちゃっています。なんでなくなっちゃったの？跡形もなくなくなっちゃったよ。ここにあったお家がほらここに絶対あったんだってニャッスルの家が、まあ、砂漠地帯の砂がやってきてね家自体はね封鎖されてる感じ、なんか荷物がまとめられてる感じだったんだけど家ごと消えちゃいましたね。ちなみにあっち側にあった家どうなったんだろう。はい、ニャッスルの家から左側にあった方の家、この家はまだ残ってるみたいですね。ニャッスルの家もねこんな風に片付けられてたんですけどこちらの家はまだ残っています。なんかニャッスルに何かあったんでしょうか。皆さん家ごとなくなったのは気になるところですけど、この砂嵐、電車がね砂嵐で埋もれちゃったように家もね砂嵐で埋もれてきちゃって家を放棄したんじゃないかなとは考えられそうですね。じゃあ二つ目のマップ変化、すぐ隣ですね、なくなってしまったニャッスルの家のすぐ上の真ん中の真っ白い湖、さらに真っ白くなってないかこれ、雪山と同じぐらい真っ白になってきましたね。さらに水が蒸発して、水の塩分がね高くなって塩湖が発生化しているようです。完全に真っ白い湖になってしまいました。はい、ちなみにこの場所、はい、この船のマストはねパイレーツオブカリビアンの映画にあったやつですね。はい、今映像を流しますけどこんな風にねジャックスパローが自分の船がね沈んできたんでこのねマストの上、ここの上に乗ってピョンと飛び降りる、あの映画のパイレーツオブカリビアンの最初の名場面ですね。その名場面の船が現れてたんですけど奥側にねたくさん海賊船が現れています。これは何なんだろう、ちょっといまいちよくわからないですけど別の船の残骸がこういうところに現れてますね。これもなんか映画のシーンの一部なのかな。真ん中の島に新たなね船の残骸が現れて今ねパイレーツオブカリビアンのジャックスパローっていうねめちゃめちゃかっこいいスキンが登場してるんですけど、実はこれねあの発売からね10分20分でショップから消えてしまったんですよ。今もうジャックスパローショップに存在しておりません。でフォートナイトステータス、あのバグ報告とかのフォートナイトステータスによると実はこのスキン7月19日にリリース予定だったらしい。でこれ本当はねミニバトルパスに なるやつだったらしくて間違ってね売っちゃったらしいです。なので買えた人は超ラッキー、7月19日までこれ激レアのスキンとなっております。ということでねこれ持ってる人もいるんだけど正規の発売日は7月19日なので7月19日になったらパイレーツオブカリビアンコラボということでねここにミニバトルパスが現れるみたいですけど買えちゃった人は超ラッキー、買えちゃった人は高評価コメント欄で教えてください。さあお次はマップ変化じゃないんですけどリスナーさんからね昨日生放送でとんでもない情報を教えてもらいました。このバンカーの中からねガコンガコンと音がしてるんですけどこのバンカー実ははいここに3つの爪痕がついております。こっちは2つだけど、まあ、3つの爪痕といえばねウルバリンなんですよ。ウルバリンの爪なんですよね。で前回のねマップ変化動画でここの中に閉じ込められてるのは今回のねミステリースキンバトルパスのミステリースキンであるマグニートなんじゃないか。マグニートもね実際のアメコミコミックの方で地下室に閉じ込められちゃってその後ね閉じ込められていた地下室から地下のね牢獄から脱出したというねストーリーがありましたのでここに閉じ込められてるのはマグニートじゃないかっていう考察してたんですけどマグニートはね X メンのね映画に登場するんですけど実はこの爪痕のねウルバリンも X メンのメンバーの一人なんですよ。そう考えるとこれはねスロン博士率いる IO がね入ってるバンカーじゃなくてコラボ関係のバンカーでこの中にねマグニートが閉じ込められてるんじゃないでしょうか。ちょっと NPC もね別の動画で紹介するんですけどただねあらなんかバグってる、えなんでなんかマグニートもねこの辺にね登場するらしいのでちょっとこの辺のねマグニートの会話でね後ほどの NPC の紹介動画で確認させてもらいたいと思いますがここにウルバリンのね3本の爪痕があるということはほぼほぼマグニートが閉じ込められてると考えて間違いないんじゃないでしょうか。さあそしてねバトルパスのこのマグニートのところ今回ねここにロード画面が登場したんですけど皆さん見てください。はい、このマグニートがいる場所ここにさなんか黄色と黒のなんか危ないようラインがあるんですけどこのラインがね実はね、はい、これと全く同じとは言わないんですけどまあ似たようなマークがここについていますのでまあもしかするとこれはねバンカーから逃げ出しているマグニートのロード画面なのかもしれません。さあそしてバンカーつながりでもう一つ今ねチャプター1のマップまあチャプター1のミニマップみたいな感じでリロードっていうねチャプター1の新モードが登場してるんですけどこのティルテッドタワーがある場所このティルテッドタワーがある場所のこのね茶色の一番でかいマンションのすぐね外側皆さん来てみてください。なんとこの下トンネルのところに IO のバンカーが隠されております。フォートナイトの運営さんこのバンカーイマジンドオーダーのこと忘れてなかったんだね。嬉しいねこういう風にバンカー登場させてくれるの。本来はねこのバンカーウィーピングウッズの森の中の迷路のところに隠されてるはずなんだけどあウェイリングウッズかウェイリングウッズの真ん中にはロンリーロッジのね建物が登場してるんでバンカーを配置することができなかったんでティルテッドタワーの近くに配置したみたいですね。まあ、こういうほんのちょっとね細かいところなんだけど運営さんがねそのチャプ
プター1のストーリーを忘れてなかった、 IO のねバンカー忘れてなかったっていうのはねめちゃめちゃ嬉しいことですね。もしかしたらこの辺がね、まあ、シーズン OG とかチャプター6に関わってきてね、この辺が関わってくるかもしれません。ちょっとねこっちのねチャプター1のマップの方はまだ完全にねマップ探索してませんので、もしねこっちのマップにもね面白いやつがね2個3個4個くらい見つかったらね、こっちのマップのマップ変化動画も撮りたいと思いますので楽しみに待っていてください。では次のマップ変化、今ね個人的に一番謎というか一番ねどうなるか楽しみなマーベルのヒーローアイアンマンの中の人トニー・スタークがね設置していたビーコンですね。チャプター2の時ねトニー・スタークはこのビーコンを使って自分のねスターク・インダストリーズの島をフォートナイトのマップ上に持ってきていたんですけど、そのビーコンがマップ上に3個現れていました。そして今回のアップデートでなんと見てください、はい、ここがねあのホープの隠れ家の場所ですね。ホープの隠れ家のすぐ横に新たなビーコンが3個登場しております。まず1つ目ここですね、はい、このサンディーステップのホープの隠れ家の横でマップの外側の方向ですね、あらぬ方向を向いております。はい、ミニマップで言うとこんな感じですね、マップの外側を向いております。さあでは5個目のビーコンが冥界に登場しました。はい、全部で5個目、今回追加された2つ目ですね、はい、冥界に登場してあっちの方向を向いておりますね。あっちのなんだっけ、アンテナが立っている雪山の方向を向いております。これなんか法則性あるのかな、誰か気づいた、一応ミニマップでこんな風に矢印でつなげてみてるんだけど法則性みたいなのは何もないんすよね。もし何か分かった方いらっしゃいましたら教えてください。そしてこちらが今回登場した3つ目のビーコン、合計6個目のビーコンですね。はい、グランドグレーシャーの館の隣のあのピーリーのバナナの川があった、離れのね建物のすぐ横の丘の上です。こちらのビーコンはね冥界の方というかあの風車の方を向いておりますね。どういうこっちゃなんだ。はい、合計6個のねビーコンの向いてる向きをミニマップにまとめてみましたので、よかったらこれで何か考察よろしくお願いします。それでは次のマップ変化はこちらですね。はい、メガロドンのいる船のすぐ近くのこの三角巣のところですね、この川の河口部分のこの先端のところです。ここにはねシーズン2までにいたあのカエルの夫婦、はい、カエルの夫婦がね子供を産んでこの場所にいたんですけどいなくなっております。まあ、いなくなったと思うんですけどすぐ後ろの岩の上に移動していて家族4人、はい、生まれた新しくね生まれた子供のカエル2人と仲良くしております。なんか複製になってんのかな。まあ、これはチャプター1の岩の家族みたいな、もしかしたらエピックゲームズのただの遊び心にマップ変化が行われてるのかもしれません。チャプター1の時のね岩の家族とか結構ね面白いストーリー、感動的なストーリーだったんで、この辺についてはねチャプター1のマップ変化まとめ動画的なものをね作ってるんです。そっちの動画もね見てくれたら嬉しいんですけど、多分エピックの遊び心的なマップ変化になってるんじゃないかと考えられます。さあ次はねマップ変化というかね面白い発見がリスナーさんからありましたので、今ねここの運送会社で何かね謎のオブジェクトを運ぼうとしてるっていうねマップ変化がこのシーズン3の初めの頃からねあったと思うんですけど、皆さんよく見てください。この土台に銅のサビみたいな緑色に真ん中が黄色いこの置物なんですけど、これとね全く同じようなものがね、はい、こちらのグランドグレイシャーの館の中ですね、はい、正面から入ってすぐ左、この左の中にねある置物がね見てほら全く同じ材質なんですよ。これ教えてくれたリスナーさんありがとうございます。はい、銅の青カビが生えていて同じ土台に乗せられてて、これ同じようなねこの割れ目があるんですけど、実はこれねちょっと確かめてみたんですけど、ガッチリねさっきのねオブジェクトとね合体するような形にはなってなかったんですけど、もしかしたらこれをね5個ぐらい集めて一つの物体になるみたいな、これがねなんかチャプター6とか次のシーズン4の伏線になってるんだったら面白そうですね。これもしかするとねこれと似たオブジェクトがどんどん出てきて、それをね合体すると一つの大きな何かしらの一つの大きなオブジェクトにくっつくんだったら面白そうだなと思っております。ということでね今回大きなマップ変化はなかったんですけど、次のシーズン次のチャプターに向けたね大きな伏線のようなねマップ変化がいくつも来ておりましたので紹介させてもらいました。この動画がね少しでも楽しかったと思う人、役に立ったと思う人、よかったらチャンネル登録高評価、そしてクリエイターサポートをアイテムショップの方から画面右下クリエイターサポート、はい、これ小文字でタクマンでもいいです。小文字でタクマンでもいいし大文字でタクマンでもいいし、最初だけ大文字であと小文字でもいいし、タクマンと入れて調べるをしてこう緑のチェックマークつけてくれたらめちゃめちゃありがたいですので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。あ、今日ねこの動画アップしたらすぐにねリロード新モードね、これねスクワットでしかできないので参加型でねリロードやりたいと思いますので、よかったら生放送にも来ちゃってください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。